こんにちは。ツッキーこと椿です。今回プレイするのはこちら。ダイナソア。今回はファルコムにしては珍しい 3D 迷路ものです。これはカードゲームなのか？見た目それっぽいが、コマンド選択式のロールプレイングゲームなんだ。キャラクター枠が余ってるように見えるがパーティー制か？そうなんだ。最大5人パーティーが組めるんだ。それじゃまずは仲間探しからしないとな。最初は装備だろ。そうだったな。装備は大事だな。長老がヒントをくれるので、町に来た際は立ち寄ってみよう。攻略サイトの方が役に立つけどな。バッサリ切ったな。装備するのを忘れずに。装備し忘れるって、あるあるだよな。魔法は覚えるタイプではなく、消費アイテムなので、必要分まとめ買いをおすすめします。攻撃系ってないんだな。補助系メインだが、一番のおすすめはエグジットだ。いわゆる機関魔法だな。これがあるのとないのとでは、利便性が格段に変わるんだ。確かに往復するのって面倒だからな。それじゃいよいよ街の外へ行くぞ。どんな世界か楽しみだな。
完全にカードゲームだな。見た目がカード風なだけで、普通の RPG だぞ。ちょこまかと動くのは何なんだ？それは隊列を表しているんだ。なんとも紛らわしいデザインだな。ところで何をしてるんだ？自分で言って忘れたのか？仲間探しするんだろ？おお、そうだったな。っていうか、そんな冒頭でいきなり仲間増えるのか？ああ、問題ない、大丈夫だ。どこかで聞いた死亡フラグだな。先へは進めないらしいな。なんかおっさんが絡んできたぞ。強引な加入だが仲間なんだ。美女とウハウハハーレムパーティーじゃないのか？一体何を想像してるんだ？おっさんパーティーとかやる気失せるだろ？一部のマニアには需要があるかと。もっと世間一般的な需要を満たしてほしいのだが。そこまで言うなら探してやらなくもない。現地いただき、確かに確約したからな。わかったから少し落ち着け。どうよ、美少女のエリスさん。よくやった、本当に美少女来たな。公約は守ったぞ。相変わらず問答無用の加入だけどな。早々にパーティー組めるなんてラッキーだな。そうだな。初めからパーティーでもよかった気がするな。
とりあえずはこれで全員揃ったな。これで全員なのか、まだ2枠残ってるぞ。それは後のお楽しみ。そうだな。欲張りすぎるのは良くないな。町へ戻ってきたのか？長老に話を聞いてみようと思ってな。そういえば次の目的聞いてなかったな。それがわからないから長老に聞いてみるんだ。そういえばヒントくれるって言ってたな。ほとんど役に立たなかったな。ヒントくれるんじゃなかったのか？一応異端者って言ってただろ？それ以上は自分で調べろってことだな。